アイリちゃんに投げてくださいめっちゃ遅くなっちゃったごめんねこんな時間になっちゃったよってなっちゃったあるよって待ってみんななんでそんなに起きているのえす、ー、きピーみんなが起きてくれてるすきピーあ氷たけのこニョキニョキニョキ。に おはようございますおはようじっくんこんばんは原んさんこんばんざいにいのくんこんばんざいにいのくん覚えたこの間のアットジャムで中太郎さんこんばんはいつもお疲れ様ですありがとう中太郎って名前かわいいねちゅーって感じそして寝ますわおやすみいい夢見てねちゅんちゅんこんばんめこんばんめしんちゃんこんばんざいこんばんざい湯川明さんこんばんざいこんばんざい もんさんあこないだアトジャムで見た人やおやすみなさいおやすみ青水色の T シャツにやってたよメイさん好きやから起きてた最高じゃん仲良くしたいなって最近思い始めましほんとえそれはうれしみうれしみ思い始めまし <laughs> めっちゃうれしみ思い始めましヒャッハハやってける めっちゃ嬉しいなんかすごい価格が斜めですねありがとう水曜り T シャツ今日やってた意外とみんなのことを覚えていこう作戦ですねさっきちゃんとセンス見てか,んかさっきさっき高いところからありがとうラーメン以上に愛してね <laughs> ふらふらしないって言われそうなんか 今日は渋谷のストリームホールでライブでしたそこでなんと私今ちょっと寒いからあれなんですけどやっぱこれを着ていますちょっと待ってねこれいったら見えるかなちっちゃバンザイジャパンの新しい T シャツです こんな感じ。こんな感じです。メンバーはもらいました。ここにバンダイジャパンのマークがついてて、後ろがこんな感じで見えるか？よいしょこんな感じで。バンダイジャパンのロゴが大きく入ってます。結構みんなに普段使いできるものが欲しいよって言われてたので、こうやってあのー？ これならみんなも普段使いできるのではないのでしょうか可愛くないめっちゃ可愛いよね普段使いマン派手髪が死ぬほど好きなのでインナーカラーがめっちゃ好きですインナーカラーは今もこれからもずっと赤です赤色担当ですでももうちょっと落ちてきちゃったのと、まあ、今光があれなんですってまだちょ結構残ってはいるんですけど ピンクシャンプーしてるのでピンクがちょっと入っちゃって赤ピンクみたいになってきましためためた日焼けしてシャワー浴びて悲鳴悲鳴あまちゃんこんばんざいこんばんざい T シャツ物販言ってたしリリーベ対応だっただからジャケシの T シャツ特典会かと思ってたそれできたらいいね新 T シャツ8通販やるんじゃないかな多分ゲットしてください ムンヒロさん、こんばんは、ね。こんばんは。はい。赤髪は噛みすぎる。赤髪担当です。バンダイジャパンの。カラコンメイさん、好き、やめにください。カラコンはグレーを今使ってます。グレー。コンばってみたら、ちょっと怖いんだけど、めっちゃグレーです。<laughs> そんな浮気性なイメージかの汗 <laughs>。まあね、なんか、なんだろう、いろんなグループ行ってるなーって思って。 あとのわりにメインのことあんまあ、好き言わんから赤髪似合うありがとうそれで得点化してくれたら嬉しいかも提案,提案,提,案提案だって提案なるほどただの人間なのでメインさん好きですありがとうグレーコンですりりっちゃんこんばんい、ね、こんばんい、ね、久々やんね元気やった <laughs> 今日はあめっちゃめっちゃ雨でしたね雨あんま好きじゃないんですけど雨好きな人なんていんのかな雨好きな人なんているんですか私は雨は苦手です体育の時とか私これよくやってたんですけどやる人いませんシュってこのここギュってやるやつタンクトップみたいになるんだけど結婚してください 結婚かそうだなもっとスメイのこと好きになってください <laughs> 私は結婚する時は自分のことをめちゃめちゃ愛してくれる人じゃないと嫌です元気っちゃ元気でもメイさん見たら元気じゃなくても元気出る元気パワーを送りますおつめいさんおつなんか音違うなおつめいさんししし 湿気が好きじゃない湿気か私も湿気嫌だな浩平君こんばんはこんばんはえ一番好きですよ嘘だ嘘だメイさんのことまだそんなに知らないのであれですけど積極的に行く気運出てきたお気運気運出てこいや<笑><笑> 関西にはあんまし好き好き言わんのよええー、言ってよ好きはつ言わないと伝わらないんだよ <laughs> 呼んだ婚約です本当とほんとそれは問題や <laughs> そういえば唯一さん付けで呼んでるメイメンバー,メ,ンバーメイさんだけなんかねメイの方メイさんちゃんって呼ぶ人多いんすよメイさんって呼ばれることが多いです みっちゃん好きなキャラクターは結婚して小持ちになるいい旦那選びうまいよねそううまいの <laughs> なんか下にすぎて T シャツ見せたいから下にすると私の顔が映らないどっちうまいんがいい寒いよ最近寒いよね関西やから負け組なんですけどそのうち行けますねそのうち関西京京都とか京都行きたいんですよね今一人旅とかで大阪は 毎年高校生の頃に友達と旅行行ってましたサンダーバードで私石川出身やから関西の方が結構なんだろう馴染みがあるんですよね旅行行く時とかも東京より関西の方が大き多かったし京都ですマジで何もないですよ私京都はあの修学旅行が京都大阪奈良やったんですよえちゃんづけで読んでいいよハグしてぬくぬくしよう メンバーでとってるいつも <laughs> そう大阪京都奈良だったんですよ袖そ,そうやってするのかっこいいお祭りみたい祭りやりたい祭りラバーしわいさあさあ盛り上がれ真似していいよ中に寄り込むだけだよ袖を夏とか結構重宝するので皆さんやってみてください私は体育これでやってましたなのに下は長相撲でやってた そうですねどっちなんやっつって「おとたまんこんばんざいこんばんざいサンダーバードの旅行好きだった」「そうサンダーバードで行ってたお祭り忍者好きだよ」「たったららったらっとまっしょ」西「シーニシーヤこんばんざい」ネムネム「眠眠うわ時間遅くなっちゃったごめんねニシー」西「大阪京都奈良の修学旅行で行ったところはあの学問の神様がおるところ」 修学旅行が中二やったんですよ。中二のブレあ、ブレじゃン、長袖やったから、秋ぐらいやったんで、東大清水寺行きました。大阪は、あのー、なんだろう、劇団四季見に行った。あと USJ。北野天満宮行きました。あと、自主神社行きました。で、どうしても、ごはん屋さん。 行きたいご飯屋さんがあったんですけど行けなくて途中にあるうどん屋さんに入ってうどんを食べました安い <laughs> めちゃめちゃ美味しかったんですけどねめっちゃくちゃ安かったんですけどめちゃくちゃ美味しくてめちゃくちゃお店の方も優しくて最高やと思って1期生とおとくてちゃんづけで呼んだら呪われそうむしろ大好きになっちゃう <laughs> あとどこ行ったっけな金閣寺は行きました 清水寺でしたっけあの体内体内巡りみたいなのができるやつ暗いとこでこう探し当てるやつを行ったのとあと北の天満宮の前に出店みたいなのがあってそこであのな,なんだっけあれアメちゃんでっかいあの丸いアメちゃんなんて言うんだっけあれ泡玉みんいな玉のなんか種類ありますよねほんと玉みたいな。 大きい玉みたいなあのかコンってやるやつの玉みたいなボードの上でたまキャンってやるやつの玉ぐらいのちょっとひと回り小さいぐらいの雨を買いました自主神社つ自主神社なんか恋愛の神様がいるところじゃないですかすごい正直に言うとでやっぱ中2って年頃やからあのそういうのすごい興味あるじゃないですか で、お友達とかハンの子はみんな私ハンが幼なじみと一緒だったんですけどで私中二のクラスが一番最強に仲いい子しかいなくてであの友達と一緒に行ったんですけどその時に友達はみんな恋愛の神様のお見守りを買ってたんですけど私は一人だけ幸福の鈴を買いました <laughs> そういうとこですよね私本当にねっ芽ちゃんわあありがとう <laughs> 西ちゃんめっちゃ西めっちゃ笑ってるやん <laughs> 川崎は雨止んでるけど止んでるあ一緒だねめいちゃんスこスこタットさん晩は晩は清水そんなありましたっけ地元民行かなすぎるから分からんめっちゃでも旅行のとこめっちゃありますよね <laughs> そう自主神社で幸せの幸福の鈴を買ったのが思い出自主神社 タットさんこんばんは配信お疲れ様ですこんばんは眠れないのシスさんこんばんは違うよまだ寝てないだけやでめいちゃんって言うとトトロを思い出すトトロトトロあなたっておっぱっあなんだっけあなたってトトロっていうのねってやつね小学生には京都奈良の良さ分からんから今の年になってきてちょっとわかるあの時分からなかったことが結構わかる気がする ルームの皆さんお邪魔します。シスさんいらっしゃいませ。幸福の鈴そう。京都の神社、恋愛教師から、安全から呪い、呪いまであるのマジでありますしね。あ、そ、そこ、ありますしねんの、そこって消えるんやん。マジか。木刀は京都。大体男子木刀買いますよね、修学旅行。2019年度内の目,目標。メイちゃん、メイさんのことをちゃんずきして呼ぶ。あ、頑張ってほしい。それは。 でも京都はちょっと時間が空いたらマジで行きたいなって思っているとこです今ナンバーワンに行きたい結構がじめに行きたいとこですねめっちゃ行きたいとこです京都とあと沖縄とかなんか自然とかそういう趣あるところとかに行きたいやんでないよ疲れてもないですただなんか 今はそういういものが見たい気分なんか結構たまには何かめっちゃ遊園地とかテーマパークとかそういう人混みにあふれたところ人間がいっぱいいるところに行きたくなるときもあるしあとは単純にライブとかを見たくなるときもあるしそういう趣あるところに行きたくなるときもあるし自然がいっぱいなところに行きたくなるときもある。今は 趣があるとこだったり自然がいっぱいのとこに行きたいなって感じあと京都はもうんかめっちゃ好きなんですよねもともと大阪京都は結構好きです奈良は鹿に追いかけ回された記憶しかないんですけどなんか中に臭い戦争があった買うよねあと大体いい名前とか彫ってくれるキーホルダー「<laughs> ひろとさんこんばんざいこんばんざい」 やっほー京都で新選組ゆかりの地巡りしたい新選組いいね沖縄いいよね沖縄行きたい京都なら行きたいし兼六園開楽園も行きたい兼六園はぜひ石川県日本三大庭園のうちの一つですめいちゃん,こん,ん,ん,ちゃんこんばんぜくろもさんこんばんぜ安いあん安いきんぴらきゅぐ と貴船神社の絵もマジでやばいき行ってみたいめっちゃえちょっと京都のおすすめ今度めっちゃ教えてほしいこれ合ってる目や見方安い安い金ピラグ合ってる <laughs> 私漢字読めない趣ある安いこんぴらこんぴらか安いこんぴらグ でたい何がなんどういうとこなんだろうあとで調べよう安いコンピラーグと貴船神社貴船神社は名前を聞いたことあるな無駄にそうアクセサリー買う散歩してそういうとこあると言わされる東京にもあるんだけどね縁切り <laughs> まさかの縁切りだった岡山の偕楽園がなんかレベル低くて泣けてくるそんなことないよめいちゃんの前田とた土めぐ巡いも楽しそう石川いいっすよめっちゃ回転寿司めっちゃうまいっすよ東京のやつとか食べれんくなると思う、まあ、私安地タなんで食べれちゃうんですけどね <laughs> 東京のやつも美味しかった美味しいと思うのは石川の回転寿司だけど別に食べれんくはないかなって感じでもちょっと 東京の魚は水っぽいなって思います水っぽい水っぽいです回転寿司美味しいよめちゃめちゃメタンコ美味しいよまいもん寿司幕張で食,食べたけど美味しかった幕張新都心あボギッつったできるだけ苦しんで <laughs> そういうこと書いてあるのやば そんんな神社あるんだちょっと気にはなるなんかそういうとこ見るのもあれだよね日本ならではだよねそう水っぽいのねすごいね西西明産地ってことそうそうそう怖いよねびっくりした今牛のの祭りの発祥なので牛の国祭り なんかすごい歴史がある感じがする怖いねでもなんかなんかそこ行くならちょっともう一人ぐらい連れて行きたいなミ <laughs> ん <laughs> さんありがとうございますカウントしてくれて暇さえあれば後楽園行って散歩してるんだけど中にあるお茶屋さんの水が美味しいえいいなーお茶屋さんでも京都あと大阪はあれが好きですタコん めちゃくちゃ綺麗だけど神様龍竜なんですけどねえー、かっこよ竜めっちゃ好き <laughs> 私あのー、あれですよすごい怖いけど気になるよね竜とかめっちゃ好きあのドラゴンボール好きなんですけど私いまだにシェンロン出ないかなって思ってるからねビ <laughs> フ <laughs> の時に食べたサーモン丼めっちゃおいしかったうわ嬉しい縁結びなんですけど 牛のの国祭り牛の国参り参り祭りって呼んでた目 <laughs> 全然もはや感じが違う冬の寒い時に夜ふわふわする京都って寒いよねめっちゃ寒いし暑いですよね平地だから夏も寒いは暑いし冬はめっちゃ寒いみたいな「きモタンこんばんはーい!」ちょっと怖いけど気になるちょっと後で調べよう。 でも龍はめっちゃ好きです今日盆地、あそう盆地平地じゃなくて <laughs> 小学生師みたい、そう神論、神論ナルトも好きだから因果組めるようにたみたいな一回でいいから舞妓さんあー舞妓さんはなんか紅を塗ってもらえるとかなんかそういうのあるんだよね本当の人は言ってもらえるとか 見習いだとやってもらえないこととかもあるみたいで盆地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 阪神阪神万歳今晩半身万歳阪神万歳今万歳いいね語呂がいい今日メンバーでミーティングしてきたんです鳴門に出てきそう鳴門に出たい鳴門鹿丸が好きなんです 鹿丸は私のもう嫁ですよ。牛の王国、夜中2時半に白小則で呪いたい相手のことを浮かべながら藁人形に五寸釘を打ちつけるのり。怖っ <laughs> めっちゃ怖い、それは。やばっ。めっちゃ怖いね、それ。やばっ。やばいね。めっちゃ怖いね。え、怖っ。<laughs> <laughs> でもちょっと気になっちゃうな行ってみたさがある京都で昼間に歩いてる舞妓さんは偽者えー、舞妓さんはかわいいなぁ見た日見た日メンバーの浴衣とか見たいですかやっぱり <laughs> <laughs> 牛くん晩はこんばんざいルトならカかしとがあるが好きです ガーラとナルトのあの分かり合えた時の感じあれは泣ける本物のイ子は夜のお仕事がかかるあ芸者さんだもんね見つかったら呪いが跳ね返ってくるんで人に見られると全力でえっ怖っやばいじゃんそれやばくねめっちゃ怖いじゃん怖っ護身術習ってから行こう今でも行われてるの 呪われてる人はさ呪われる人はさ一体何をしたんだろうねガイ先生ねメインの友達ねあガイ先生じゃないロックリーのなんかキーホルダーめっちゃカバンにつけてる子いましたね友達でコンタクトいつもと一緒だよいつもグレーコンうん6月はグレーコンですね1か月のやつ使ってるんでグレーコンにしました いかが。<laughs> し,かしかまる好きをナルトをさせたいって思って。わ <laughs> かります、その感じ。<laughs> めっちゃわかる。あ、すごい、もう本当友達。ヒロトさんは私ともソウルメイトですよ、それは。浴衣はええ、かい。でも私浴衣よりジンベエ派なんですよね。 山の奥の山ちょっと入るわ木に打ち付けられた怖っホラーだねもうちょっとそう1か月で変えてる今月はちょっとグレーにしてみた爪もこんなんだしね爪塗り直そうと思ってて今6月だから青にしようかなって思いますこんな色 いや、わかんない。一回茶色にしようかな。でもなんか黒すごい結構好きだったから、もう一回黒するかもしんない。黒、黒ネイルどうですかあんま好きじゃないみんな的には。日中は安全やから綺麗やしおすすめです、ほんと。お日中に行ってみたいと思います。もし次、次京都行く機会があったら。 京都行きたいな京都行きたくなっちゃった前にライブで京都行った時めっちゃ少なかったんですよ横に川流れてるんですけど川どこかあるので川の上で食事とかできるえー、めっちゃ素敵じゃん川の上で食事とか絶対えー、川のせせらぎとか聞きたいかわいいな 黒よきうお、黒いもう一回やろうじゃメンヘラっぽいけどツッコむけどすごく好きえ嬉しいナルトという男は出会ったすべてのキャラを変える力がある心のやきめしって痛み全部していやほんとルト好きなんですよね面白いストーリーが黒よきちゃんよきみちゃんですか <laughs> 黒 これ名前書かないとやばいですね。誰のかな分かんなくなっちゃう。真っ赤なネイルで出てきたら、きっと一番驚くと思う。一回やりましたけどね、真っ赤。なんか飽きちゃったんですよね、赤色。なんか、あと、寝起きで見たときに血出てるかと思って、焦って飛び起きた記憶があって。今、唇のリップがめっちゃ赤なんですよ。で、リップめっちゃ濃いんですけど、リップのときは最強説めと思ってて、ただの。 だから赤色ナルト談義でメイさんとずっと喋れるでござる永遠に喋れるよナルト血の色っぽくて怖いあー確かに赤の色はねちょっと工夫しないと難しいっすよねマレーシア前はマレーシアの色にしたいんですけどねもうバリバリです 剥がれてきちゃったこことかこんだけしか残ってない山奥だからめっちゃ敷地これは読めないな電車からバス乗らないといけないあーでもさ観光名所あるあるだよねめっちゃ遠い時めっちゃ遠いっていうしかもバスの本数とかめっちゃ少ないんだよね石川もねそういうとこあるからさ山登りしなきゃ エエイイザザンン電車エイザン難しい感じ京都ってさ場所の名前むずいよねネイルもいいしメイさんかわいいぞ、はあ、嬉うれしみちゃんめっちゃうれしいありがとうマラーシアマ,レマラーシアだってマレーシアって赤白青木んかマレーシアの国旗を描きたいわけじゃないんですけどなん,かなんかマレーシアっぽくできたらいいよね マレーシアの人も喜んでくれるかなそのほうがその前に CD 買わなきゃ買ってくれたら嬉しいなめっちゃ嬉しいなんかインナーだけじゃなくてさ表面に何個か赤色入れたいかな入れようかなとかちょっと思ったりしておる私今回 CD のジャケットが赤なんですよね これはもう赤色を大事にしなきゃって思って赤を背負っていけるような覚悟でいたいと思います3本ぐらいでこれぐらいだけ赤に染めて染めたいな金沢駅初めて行ったけどめっちゃ未来都市みたいな感じですごかった未来都市嘘駅が駅はねすごい綺麗なんですよ ツイッターフォローしたよありがとうめっちゃ見られ市なんか鼓門っていうのがあったりとかして歴史なんか建造物がすごいんですよねあとは駅が綺麗ですすごく世界綺麗な駅14線のうちの一つなので是非行った際は駅も観光名所並みに綺麗だしえっとお土産いっぱい買えるのでなんか忘れた際は金沢駅行ったら。 大体なんか何かでも買えます熊が出るぐらいの山奥熊よけのあれやらんないの鈴子やって持ってさ観光名所ですけどえちょっとマジで京都行きたくなちょっちゃった一人旅するなら京都かな金箔ソフトはね東京でも食べれるよ東京のえっとアンテナショップで食べれますこの夏おすすめ この金沢駅のおもてなしドームもてなしドームだいつもすごいすごいやってるもてなしドームのなんかところの下降りたとこにほなんか空間があってよくわかんないそこでいつもそこが修学旅行でよく生徒が話聞いてる場所 <laughs> 座らされてしゃがむぐらいか金箔ソフトはね高いよなんか全部貼ってったら金銀とかでっ貼ってあったりとかすると1,000円ぐらいします普通に。 どちゃくそ高い？紹介んこんばんは。い。めいさんこんばんは。い。あと、金箔自体。なんか金属の味がします。ブフッブーそう。なんか本当鉄の味みたいな。なんかアルミホイル食べてるみたいな味がする。正直に言うとね。 市内とととかかか見ててもあるなら行きやすいいい交通ルートとか各種とか聞いてください京都市内飛び回ってたのえー、今度絶対聞くいろいろ教えてくれるのめっちゃ嬉しいえー、おすすめのお店とかめっちゃ聞きたいもんでもほんとめっちゃ行きたいです京都マジで3日休みやったら京都行くかもしんない 石川のアンテナショップ行ってたけど機械掃除してて待って,てくれたらって言われたけど時間がなくて諦めたあーそうなんやまたぜひ機械があったら機械があって機械が掃除されてたらよろしくお願いしますパチパチ月曜配信になってからずっとあれですね 夜中に配信してるる気がする長野ね前行ったんですけどね長野県は私の星が出身地なので普通に回ったら人混みで終わるのでせっかく来られるなら楽しんでいただきたいですしえ本当にありがたい西めっちゃ笑うやん <laughs> 今年も金沢というか石川行きたいですめっちゃ行きたいメンバーと共に石川回りたい 来月函館行行くえー、北海道も行きたいんだよな日本そう思うとまだまだ行きたい場所がいっぱいです意志弱いからしれっと行くかもしれんあかんマッチョルル一応30分経ったよありがとうピフ京都の伝道しないと使命感京都の伝道師欲しいっすね京都伝道師 めっちゃ欲しいかも一緒に回りたいぐらいみんなで京都行きたいね最近流行ってるスルシースルーバングってあるじゃないですかあれできないんです私前髪浮くから <laughs> <laughs> だからパッツン重めなんだよ私じゃあこの後は今から個人ルームに移動します 月曜日配信ちょっともうちょっと早くできるように頑張りますね待っとってください <laughs> もしよかったらバンズイジャパンのルームのフォローしてってくださいねこのあと私個人ルームやるのでもしよかったら一緒にお引越ししてくれたら嬉しいですうんということで以上何 <laughs> て言おうとしたっけ はい、今まで、今までじゃないな。はい、本日はありがとうございました。以上、日本を元気に世界を発信、47都道府県、天下統一アイドル、バンズジャパン、石川県の伝道師、安原芽衣でした。おいちゃん。おっつちゃん、おやすみ、おやすみ、おつめいちゃん。お疲れ様でした。まなきに見に来ます。来てね、ありがとう。バイバイ。